皆さんこんにちは。お部屋探しのハートサポートの岩木です。今回ご紹介するのはレキシントンスクエア代田橋。初期費用は2万円、2006年11月築の鉄筋コンクリート造マンション、フリーレント1ヶ月付きで契約できる物件を発見いたしました。このようにお部屋探しのハートサポートは初期費用がとてもお得なおすすめ物件をですね、 YouTube 上で最速でご紹介したいということで、多少雑な編集になってしまっている点ありますが、そこはご愛嬌でお楽しみください。初期費用は2万円、こちらはですね、募集されている賃料や共益費といった条件はそのまま、初期費用をお値引きしてのご紹介となります。はい、いつもの通りこちらスクリーンショットタイムでございます。じっくり後で見返せるようにですね。はい、環七通りです。向かいにドンキホーテがありますね。これはとても便利です。はい、それではルームツアーをスタートしていきましょう。ご覧いただきますお部屋はですね、 2K タイプ、5.1 畳と 4.1 畳のベッドルームがあります。 30.26 平米の 2K です。はい、今ご覧いただいている通り、こう開けているとですね、非常に開放的な、もう広々と使えるお部屋となっています。これはご検討いただける方多いのではないでしょうか。はい、立地はですね、杉並区泉1丁目にございます。こちらのレキシントンスクエア代田橋、最寄り駅は丸の内線の方南町駅、徒歩10分です。また京王線の代田橋駅までなら徒歩11分、笹塚駅までなら徒歩16分です。駐輪場無料ということで、ぜひですね、自転車でこういろんな駅に行っていただきたい立地ですね。はい、周辺環境を調べております。スーパーはですね、代田橋駅近くに京王ストア代田橋店がございました。クローゼット広いですね。はい、収納スペース充実しています。またコンビニはファミリーマートが近くにございました。はい、今 5.1 畳と 4.1 畳のベッドルームを仕切っての撮影ですね。はい、このようになります。右までずらすと完全に 2K ということですね。はい、で冒頭見ていただきました通り、環七通り沿いにですね、ドン・キホーテがありました。このドン・キホーテはここのマンションに住んだら利用頻度は高そうです。はい、こちらも収納がございます。それでは動画後半に続きます。皆さんこんにちは、岩木です。ご覧いただいているルームツアーのお部屋いかがでしょうか。詳細は概要欄に記載しておりますので、皆さんご覧くださいませ。それでは引き続き動画ご覧いただきましょう。はい、それでは水回りを見ていきたいと思います。こちらキッチンですね。二口 IH コンロのシステムキッチン、消し忘れの心配がないですからね。はい、十分真ん中にまな板を置いて料理ができるキッチンですね。料理の違いがありそうです。はい、収納部分も充実してますね。
はい、それでは設備をご紹介していきます。オートロック、防犯カメラ、宅配ボックス、バス、トイレ別、シャワー、洗面所独立、温水洗浄暖房便座、室内洗濯機置き場、はい、独立洗面台がございますね。はい、浴室乾燥機、エアコン、下駄箱、クローゼット、収納スペース、フローリング、バルコニー、都市ガスとのことです。はい、お風呂素敵ですね。はい、物件の詳細につきましてはですね、 YouTube の動画の概要欄に記載しておりますのでご覧ください。ご質問やですね、最新の空き状況等につきましては、当社お部屋探しのハートサポートの LINE 公式アカウントからお気軽にお問い合わせくださいませ。はい、こちら10階建てのマンション、レキシントンスクエア代田橋、2人入居の、ご相談も可能でございます。1人で住んでもよし、2人で住んでもよしのマンションですね。はい、初期費用は2万円、フリーレント1ヶ月付きで契約可能です。ご検討いただいている方ですね、多いのではないのでしょうか。はい、それでは次回のルームツアー動画も皆様お楽しみにお待ちくださいませ。